こんにちは、オリエンタルマシンです。本日の作業を始めます。ちょっと雨が降ってしまいました。止むって言ってたんですけど、まだちょっと降ってますね。今日の作業なんですけど、ストップランプ先週交換したばっかりなんですけど、また昨日は友達が後ろ走ってて教えてくれまして、ストップランプがついてないよと、そのために今確認しに来ました。先週バルブを交換したので、バルブは問題ないですから、あとはなんでつかないかっていうと、ハーネスとかの問題ですよね。切れてるとか切れてないとか、そういう問題ですけど、よくあるのはここの動きがスムーズじゃなくて接触してないっていうことですよね。動きがスムーズではなくて、あ、これ間違えた、ウィンカー取っちゃった。スムーズではなくて接触してない、プラスかマイナスが来てないっていうことになりますけど、スムーズ、動きがスムーズでないことについては、まあちょっとあんまり良くないかもしれないけど、今回は CRC をちょっと吹いてみます。それでどうでしょうね。バルブを挿して、これで運転席から見えるかな。確認ができないんですよね、点灯確認が。よし、ちょっと踏んでみましょう。見えない、本当に見えない。これどうしようかな、本当に見えないな。ヘッドレストを外して、ここなんですよね。テールランプ状態にすれば見えるか。あ、つきませんね。ってことはやっぱりハーネスかな。ここめっちゃ汚いけど、ハーネスだとしますと、ここから外して、ここを外して、あれ、もっと下なのか。いやー、これきついな。今度点接触の何ですか、あ、ついた、つきましたね。何の問題だったかわかんないけど、ついたから OK にします。配線かなんかの接触だったのかもしれないな。よし、線の接触、つまり断線しかかってるとか、そういうことっていうのよくありますよね。よし、これで本日の作業を終わります。ありがとうございました。失礼します。